はようございます。チカリタ TV の田代チカラです。今日は11月5日火曜日です。今回は1日の映像を撮っていきたいと思います。今日の予定としては、今から公園に走りに行って、でその後治療をして、で午後はサッカースクールのコーチをしに行く予定です。また改めて来シーズンのこととか怪我の状況とか細かく話す動画は撮りたいと思ってるんですけど、現状次のチームは決まってなくて無所属ということで、そういう中で日本で過ごすサッカー選手の一日っていうのを見ていただければと思います。ということで今日も一日頑張っていきたいと思います。はい、ということで公園でのランニング終了しました。まだ怪我が完全に癒えてないので、気持ちいいペースで5キロだけ走っていい汗をかくことができました。この後は家に帰ってシャワーを浴びて、それから治療に行きたいと思います。はい、ということで今からサッカースクールに向かいます。今日は小学校低学年、高学年で、最後に強化クラスっていうクラスですね。3コマ指導するんですけど、メインコーチがいて僕はアシスタントっていう形でサポートさせていただきます。で、最初の2つのクラスに関してはサッカーボールは一切使わないで、アジリティですね、身体能力とか瞬発力を上げるトレーニングをやってるクラスなんですけど、僕自身もすごく勉強になる部分があったりとか、自分の自主練にね取り組めるような内容もあったりするので、アシスタントコーチとして入ってますけど学びがあってすごく楽しいです。で、最後強化クラスっていうのはサッカーのクラスなので、そこはね子供たちに混じって一緒にボールを蹴っていろいろ伝えられることは伝えていけたらと思います。ということで午後も楽しみながら頑張ります。はい、ということでサッカースクール終わりました。3コマだったので結構疲れましたけど、子供たちと楽しく体を動かしてボールを蹴ることができました。この後は閉店ギリギリの時間ではあるんですけど、間に合えば家の近くのスーパーに寄って必要なものを買って、でそれから家の方に戻りたいと思います。はい、ということで今回は現在日本で過ごす一日の映像を撮らせていただきました。オーストラリアでのシーズンが終わって現在無所属になって、で次のチームに関しては現状何も決まっていません。その辺に関してはね、また改めて動画でいろいろとお話しできればと思います。で、現在日本で過ごしながら、基本的に午前中は自分でのトレーニングと治療ですね。で、午後からサッカースクールで子供たちに指導したりとか、あとは知り合いの紹介で都内の和食屋さんでもバイトをさせてもらっているので、そういう感じで生活費は稼ぎながら次のチャンスを待っているという感じです。今後もね、いろんな動画を作っていく中で、こういう一日の映像っていうのをね定期的に作っていければと思うので、楽しんで見ていただけると嬉しいです。
で、先ほどもね言いましたけど、次のチームに関してまだ何も決まっていないので、ここからまたどういう風に次のチームが決まるのかとか、チームが決まるまでの間どういう取り組みをしていくのかとか、そういう部分も YouTube でどんどん発信していければと思うので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもぜひ残していってください。また次の動画でお会いしましょう。それではさよなら、おやすみなさい。